見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。小室圭さんとのご結婚と記者会見が10月6日に正式決定したものの、複雑性 PTSD と戦われる眞子さま。結婚後は渡米して新婚生活を送る自由の国アメリカの人々は眞子さまと小室さんをどう見ているのだろうか。ニューヨークで在留邦人向けに発行する邦人誌週刊ニューヨーク生活の発行人兼セオである三浦良一さんに話を聞いた。小室さんはニューヨークでエリート扱い。米メディアが眞子さまや小室さんを非難するという姿勢はありません。むしろ日本のメディアがお二人を異常に攻撃していると客観的かつ突き放して報じているように感じます。お二人が日本での誹謗中傷から脱出し静かで平穏なニューヨーク生活を送られることを願う報道も多く、ニューヨークでは歓迎されている印象です。10月1日付のニューヨークタイムズ紙電子版では、眞子さまのニューヨークでの新生活が、日本での誹謗中傷から脱出し、静かで平穏な生活になるだろう、と締めくくられ、ラブコールを送っているようにも見える。では、現実的に、静かで平穏な生活を送ることは可能なのだろうか。日本でこれだけ騒がれているのですから、関心がないわけではありませんが、プライベートに土足で踏み込むようなことはしないのがニューヨークで暮らす日本人のマナーであり、特徴です。無視や知らんぷりはせずに、こんにちは、お元気にされていますか、などの挨拶はあるかもしれませんが、基本的に穏やかで幸せに暮らすことができると思います。三浦市、いい稼働、ニューヨークという土地柄も、お二人にぴったりのようだ。ニューヨークは敗者復活ができる街とも言われています。過去はあまり評価されず、今何をやっているのかが問われます。生計が成り立つかどうかなどは関係なく、ボランティアや社会の役に立つことに取り組むことが評価されると言っても過言ではありません。現地の弁護士事務所へ就職し、弁護士試験の合格が確実視されている小室さんはすでに一目置かれる存在でもあるという。医師、弁護士、公認会計士など、国家試験を伴う職種についている人を、プロフェッショナルと呼び、社会でも一定の尊敬を集める仕事として評価されています。ニューヨークで弁護士として仕事ができるのはエリートと言って構わないでしょう。過去のトラブルや疑惑によってバッシングを受け続ける小室さんが、居心地の良い暮らしを送る日は、そう遠くはなさそうだ。